皆さんこんにちは、笹岡あかりです。今日はハワイからゲストを呼んでいます。それではどうぞ。ポン。はい。ちなみちゃんです。イエーイ。ちなみちゃんは私のインスタグラムとか昔から応援してくださってる方はもうたくさん知ってると思うんですけど、私の高校時代からの大親友です。イエーイ。声が今ちなみはハワイに住んでいて2年目です。そうだからちょっと今バラバラで住んでるんですけど、しょっちゅう連絡取り合ったりしてまーす。初登場がすっぴん、ごめんねちーちゃん。本当だよ。それは私でも嫌だ。いつも旅行行ったりするときはおしゃべりしながら二人でメイクとかをしてるんですけど、久々に二人でメイクをしたいと思います。イエーイ。それでは私は膝の上にいてください。はい、それでは下地。日本のやつだよ。どれ使ってる？ここに買いに行く。待って。まさかのドカブリ。あれ。これやって、これ。びっくりした。面白い。笑うんだけど。笑うんですけど。じゃあこれ。これをやっていきましょう。はい。出だしから笑いが止まらない。しかもさ、iPhone でさ、アウトカメラにしてるからさ、こっち。ちなみにはこっちで喋ってるから、ちっちゃい画面で自分の顔見れるんだけど、こっちさ、何もわかんないからさ、どっちを見て。確かに。そう、やろうかな。ノーミラーメイクじゃん。そう、いきなりノーミラーメイクになっちゃった。面白い。これいいよね。これいい。トーンアップ。これ、一年中使ってる。じゃあ、ファンデ？これは、かわいい。何？ピーチパーフェクトっていうやつ。ハワイで買ったの？うん。かわいい。なんか桃の匂いがちょっとする。私は、ちなみさんの、ちなみさんの置き土産。新品あげたやつです、ね。そう、ミッシャ。これ、ちなみちゃんがハワイに住むことになった時に、新品をくれました。肌の色に合わなくなるからって。いや、あげたかだよ。確かにねって思った。そうだよねって。納得したでしょ。うん。なんか、でも、寂しくなったけどね。うん。もう、この肌の色じゃいなくなるつもりなのか、この人はって。これ見て、だって黒いのわかる。わぁ、ほんとだー。ちょっと黒いファンデを狙えばいいと。ほんとだー。顔はあんまり日焼けしてなくて、うん、体は日焼けしてるから。浮いちゃう。そう。ミシャもさ、ツヤ肌だよね。薄付きだけど。いいよね。よし。コンシーラーは、安いやつ、キャンメイク。私もこれ安いよ。ザ・セム。コンシーラーさ、今探し歩いてんだけど。やっぱザ・セムいいよ、セム。いい？うん。私、去年の冬、すっごい肌荒れ して、この舞台の稽古中だったんだけど、もうとんでもないことになってたんだけど、うん、で、AI の役だったの。だから、普段からあざとかもさ、作んないようにしてたのね。なんだけどさ、どうしても顎ニキビが消えなくて。で、もう、最後のお休みの日に、ふらっと寄ったドンキホーテで、ザ・セムのコンシーラーを見つけて、振ったらめちゃくちゃ良くて、そのおかげでちゃんと AI になれたもん。そう、だってあざも作んないに頑張ってたのにさ、 AI ニキビできてたらおかしいと思って。ルースパウダー。ジバンシー？そう。はい、ポポン。化粧したらさ、どっか行きたくなるよね。いや、ほんとにそう、なんか悲しい。このままお風呂に直行だよ。ちなみに私これ舞台の時使ってたやつだわ、今ポンと手に取ったら。そんないっぱいあんの？何個もあんの？そうそうそう、普段用と、あと舞台の時に使ってて余っちゃった用が。舞台メイクで有名な三吉。落ちないってこと？落ちない。和製チャコットみたいな感覚かも。
そう。だからでもあんまり普段使ってる人いないと思うけど、夏場はこれ。確かに、うちのそう。そうなの。パッケージが違うんだけど、三井。いい感じ。ね、いい感じ。ちょっと私顔がわかんない。真っ白になってきた。まあいいや。あとでドライヤーでうわーって粉落とす。ケイクはあの日本のやつです。エクセル。あ、エクセルいいよねー。私今日プチプラで行くね。だいたいプチプラなんだよね、ケイクは。ちなみにメイクのポイントはシャッシャ？シャッシャってやって、目でこう、なじませて終わり。終わり。なんかでも似てるかもね、私たち。うん。ね、ずっと一緒にいるしね。うん。筆がこれ。ました。本当だ。やっぱちょっと待って、私すごいことになってる。鏡わかんないから。ノンメイクをやっております。一人でノーミラーチャレンジしてる。ちょっとわかんないな。すごい濃い気がするな。セザンヌのハイライトがすっごいバズったじゃん。うんうん。それの言ってた。あ、そう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 。それのチークバージョンが出た。へえ。そうだからそれを本当に。重ね。そうっすら。うっすら重ねるだけにして、顎にもちょっと塗る。ちょっとわかんないの、ノーミラーすぎて。まあいいや。次は眉毛いきましょう、じゃあ。はい、眉毛は日本の K パレットのマンデータテですね。ねえ、それさ、私買おうと思ってたんだけど、どうですか？いいと思います。スリーインワンみたいなやつ？そうそうそう。だよね。これ資生堂。お見せできないぐらいもう使い込んで。次眉マスカラします。はい、はい、私眉マスカラしないんで、あのパウダーでぼかしてます。これ日本のやつだな。あ、私もそれ持ってるよ。はい、これにします。はい、してください。私は涙袋にパウダーをし全然違う眉毛の色。あー、違う。ほんとだ。やっぱ変わるんだね。変わるね。次、アイシャドウ行く？アイシャドウ行こうか。アイシャドウは何使ってるんですか？そうそうそう、これセザンヌのトーンアップアイシャドウ07番。覚えてる。私もさ、筆使わなきゃなと思ってるんだけどさ、なんかめんどくさくて使ってない。次はこちらです。かわいい。私もやんなきゃ。この一番白っぽいやつをこの真ん中の色、この細い方で濃いのを、え、何してんのそれ。線のところに引くと、うん、目閉じた時にもほら見える、見える、影が。私も目尻側にグラデーションみたいになるように濃いめで。ちょっともうノーミラーすぎて分かんないけど、いいや。下今涙袋、うん、そしてこのキラキラのラメをのせます。のせます。なんかさ、お互いいつもさ、旅行とか行くとき隣でうわーってやってるからさ、お互いのさ、メイクの仕方って新鮮だよね。うん、確かに。ね。あ、これなんだっけ？あ、そうだ。そうそうそう。目尻。下にも塗ります。ね、塗ります。あの、下のさ、アイシャドウ塗ってる時とかって絶対すごい顔してるね、女子みんな。あと、下のマスカラ？あれ一番無駄だ。やるよね。やるよね。あんなのどうやったってどうにもなんないわ。よし。なんか。あと、たまにやるよ、これ。一緒に見せよう。あー、かわいかった、それ。それ、何？乗せるとどうなるの？結構。なんか緑が強い。あ、ほんとだ。わかるわかるわかる。あ、わかる。粒でかね。たまに。かわいい。私はちーちゃんに教えてもらった。エクセルの、そう、うちのお姉ちゃんからもらいました。これほんとにいいよね。私これインスタでおすすめしちゃったもん、良すぎて。これ塗ると塗らないで全然顔変わるよね。キラキラだよね、それね。写真にすっごいこれ写ってくるじゃん、綺麗に。うん。
もうちょっとつけすぎちゃった、まあいいや。そして次三浦、はーい、チェックないか、あ今ねえ、私ももうなくなった、取った、よいしょ、やばい、ノーミラー、えぐい、はい、オッケー、はい、オッケー、はい、次はアイライン、いつもはロレアル、ヒロインメイクと、ちなみにこうやって見せちゃったこのシリーズ好き、誰、これいいよね、そう、ラブライナー、すごいおすすめ、しかもラブライナー、これバーガンディーなの、あーいいね、そうそう、あかり黒使わないよね、黒絶対使わない、舞台のお仕事の時しか使わないかも、これブラウン、アイライン引くコツは、ちなみさん、隙間を埋める、あ、そっか、ちなみさんはあれだもんね、もう全部塗る派だもんね。そう、漆黒の黒を使うのよ。あ、で埋めるもんね、ちなみはね。そう、でマチェックしてるときは目尻しかやらないけど、うん。そうだよね。そう、私は今日はこのブラウン見えるのかな。マスカラ。はい、マスカラ、はい。黒？黒。これ私は不老不死のモテマスカラ。ブラウン。綺麗なブラウン。これなんかさ、下まつげにもちゃんとつくマスカラ探してて、うん、これにたどり着いた。下まつげ問題あるよね。このヒロインメイクのボリューム、第3のマスカラって言って、なかなか落ちないやつ。でも、お湯でオフしてから、洗顔で洗うとちゃんと落ちるんだけど、メイク落としで。でも、そうそう、ただじゃ落ちないっていう、なんか、第3のマスカラってやつ。なんだけど、それはね、やっぱボリュームを売ってるだけあってね、すごい下まつげにね、つくから、あかり前もね、えまつげが長い、あかり、嬉しいあ、すてかさ、つけまつげしてるみたいだよ、すごくない、すごい、ね、めっちゃおすすめのやつ、フォアグラスのコージョン、ちょっと皆さん、ぜひそれはどこで買えるの、で、ほら、え？こちら。はい、エクセルの。私もこれ、セザンヌ。バズったやつ。01。ハイライト、本当に大事だと思わない？うん。はい、変わった。だー！だいぶ変わるよ。だー！だいぶ変わるよね。できました。できたー。よし。髪の毛がなんか、いつもとあれだけど。できました。できました。じゃあこんな感じでハワイと日本でリモートメイクコラボ、リメイクアップ YouTube じゃあまたね、バイバイ、バイバイ